星のカービィ V デラックス最終回やっていきますか。なんで緑なん最後。どうもこんにちは、ビキトです。ということで今回なんですけども、ストーリーエクストラ格闘への道マオラエピローグワイワイマオラランド全部クリアしたんで、もう最後はね新格闘への道だけ残ってるんで、これをねやっていこうかなと思います。新格闘への道、なんかローは崩れ落ちない、大丈夫。え、マジでさ、クリアできる気しないんだけど。俺普通にさ、格闘への道をやったんだけど、格闘への道でも割とギリギリだった記憶があるから、これやばいかもな。ということで、あ、ちょっとお面がマホロワだね。あ、これアイテムとかさ持ってけるんだっけ。そういえば、え、マジでさ、お土産アイテムとか持ってっていい？本当にガチでクリアしに行くわ。じゃあちょっと最後だから、あのバルフレイナイトの顔でさ、トゥフェーとか言うのやめてくれない？なんか全然合ってないから。多分これさ、ギャラクティックナイト、おそらく今回出てくると思うよな。ってことでマキシムトマトを持っていきますか。で、一番最初はコピー能力選べるんだけど、まあやっぱもう勝ちに行くんだったらサンド、なんだろう、トルネードとか、あとストーンとかが強いのかな。いや、ちょっとなんかあんまふざけてる場合じゃないけど、いや、ちょっとアーマーでいこうかな。せっかくだし新コピー能力で戦いましょう。バルフレイナイトとアーマーなんか似合うくね。結構割といい感じにアッフィットしてるよな。ってことで、あ、最初ウィスプーツなんだ。やべ、全然見てなかった。ウィスプーツだったら全然ファイターとか、あ、そっか、エクストラなんだっけこれ。ウィスプーツエクストラということでやっていきましょうか。あ、これさ、説明変わってるんだっけ。そういえば変わってないんだっけ。あれ、どっちだっけ。まあ、じゃあ読んでいきますか。これ、エクストラになってもボスたちもパワーアップ。まず現れるのはウィスピューツ EX。 吐き出す空気弾は竜巻に落とす。リンゴも毒リンゴに食べたらもちろんカービィだってお腹が壊すよ。これ読んだな多分。まあ一応待って、そんな攻撃してくるの。そうか、前回なんかさぬるっと倒しちゃったせいでさ、これ毒リンゴはまずやっちゃって、あ、これさ普通にさ固定放題でもなんかいけそうな気すんな。あー、まあ強えわ。で、これはゴールド送るから、こういう時は危ない危ない、毒煙がやばすぎる。で、吸い込んでくるかな、そろそろ。あ、と思ったけど、もう食らっていく、半分いくね。やっぱ遠距離攻撃は強いんだわ、結局。で、吸い込んでくるけど、まあ、これはダッシュしてれば大丈夫だから、リンゴも降ってくるのね。そういう攻撃もしてくると。はい、はい。休んでる間に環境破壊は気持ちいいぞ、ということで。燃やしまくっちゃう、危ないっす、危ないっす、危ないっす、あんた。おー、すげえ、ワドルディとか飛ばしてくるんだ。オッケー。まあ、まずはね、ウィスピーツエクストラは、ノーダメでいきますよ、これぐらいやったら。オッケー。じゃあ次は何かな。てか何戦あるんだろう、これ。20戦もあんの。うわ、これは、原田さんの方なのか、これは。で、忍者と、スリープか。スリープってなんか意味あんのかな。ちなみに忍者は、マジで俺使えないんで。てか、マキシムトマト少な。え、待って、やばくない？マキシム、いや、少な。え、これ溜めた状態でさ、戦闘挑めるかな。あ、挑めそうだね、これ。よし、メタルジェネラル EX。 まずはボコしに行ける。これ突っ込んでくれ、こっちまで。 OK。 で、これも説明なんか変わるか。これ、主なき後も働くセキュリティ、自らをメンテするなど、エッガーエンジンに残る機械を操るほどの AI が搭載されている。まだ、ただまだ心だけは理解できてない模様。あ、ちょっと変わった。なんかそんなこと言ってたっけ。あー、往復してくんのお前。往復パターンなんだ。で、それは待って、爆弾飛ばしてくるけど OK。で、爆弾やってる間にビーム飛ばしまくりで、固定放題でめっちゃ近づいてくんのお前。うわーん、ジャンプしてくんの。お前なんかウィングみたいな攻撃してくんな。今、そっちな、あ、違う違う、危ない危ない危ない。あ、何その爆弾。ちょっとなんか、いつもより違う。で、これで、うわ、何回もやってくんのね。え、これ壊さないとやばい、もしかして。OK。自動で壊れる。で、今のうちに溜めちゃって、突っ込んでくるけど、当たるんじゃない？当たるね。で、これすぐ下降りてくるっけ。で、降りてくるけど、これ炎が危ないので、これまあ飛んじゃう。アーマーのいいとこだよね、これ。飛べるってのが、マジで。で、これちょっと上避けて。いや、飛んで、お前、機械には機械だぜってことで。危ないよ。ちょ、待って、やばいやばい、どこに行くのかわかんない。ナイスナイスナイス。とりあえず半分過ぎたのはでかい。よいしょ。え、なんか止まってない？なんだこいつ。あー、びっくりした。あー！無駄な避難してしまった。最悪。しかも結構ダメージでかいんだな、意外と。意外とダメージでかいんだよな、このしょうもない被弾でも。いや、なるべくノーダメで行きたかったんですけど、これ乗ってないよな。乗ってないで、うん、これ乗ってるやつ。 OK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 。 これで、待って、間違った。そっか、3つ落ちてくるのか、これで。で、ここ飛んじゃって、で、多分次俺、あ、ちょ、なんで、ごめんって。
ちょ、なんかスライドすんだってジャンプしようとしたら、いいわけです。ごめんなさい。もう僕は全部悪いです。本当に僕はもう全部悪いので、致し方ないと思っています、これは。もうそんなんかけ、ちょっとめっちゃ飛んでくるじゃん、お前。それ真ん中でさ、電気飛ばすやつじゃなかったっけ？やばい。ちょっと危ない。もう、ぶっ飛ばせ、こいつ。もうこいつぶっ飛ばすしかねえ。それなんだ、それなんだ、ちょ、わかんない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 、ちょっと待って、わかんない。もう余計なことされる、余計なことされる前に、オッケー。余計なことされる前に、オッケー、ナイス。うわ、結構食らっちった、これ。半分は、やりすぎでは。もうこの体力の状態で、あともう何戦か、ファッティバッファー来たね。でも、ファッティバッファーは、割と攻撃パターン、覚えてるから、リーフと、スリープ絶対あるんだ、これ。うわー、ちょっとリーフ微妙かもな。やばい。なんか、アーマーが強いというか、やりやすいというか。でも、ファッティバッファーは、俺、攻撃パターン、それなりに覚えてるつもりでは、あるから、まずは貯めて、でかくなった時に、おい、ナイス。一応読みますか、これも。膨らみ弾むファッティバッファー EX、 ローリングタックルは天井転がり、ウォーターキャノンも斜めに動く。普段はどこかでお昼寝し、お腹が空いたら何でも食べる。って、誰かみたい？これカービィで読んだな。そういえばなんかカービィと同じだねみたいな。ちょっと待って、これ転がってくるっけ？転がってくるよね。待って、転がりパターンがなんか何種類かあるんだよね。あー、ちょ、わかんないそれ。ねえ。お前下に降りてこなかったっけ？あ、それファッティバッファーじゃないわ。間違った。あのマグマの方だ。やべえ。やばい、ファッティバッファーとさ、あの溶岩の方がごっちゃになってる。マホロワ、マホロワエピローグの方のボスとさ、ごっちゃになってたわ、今。それ普通に回転してくんのね。うわー、あれ、これ転がってくる。転が、一応何それね。その余韻何？ちょっとやばいかも、やばいかも、みんな。みんなやばいかも、みんなやばいかも。俺、ファッティバッファー無理かもしんない、みんな。俺、ファッティバッファー、オッケー、オッケー、オッケーじゃない、全然。全然、全然オッケーじゃない。ファッティバッファー無理かもみんな俺。オレイ、オッケー。とりあえず半分食らわせれば上出来でしょう。ちょっと待って、それは上まで飛んでおけば多分食らわないけど、なんて戻ってくんの君。上行かないのそれ。それ上行かないんだ。こいつな、あーもうケツもでかいし、こいつしかも。また死ぬ！すまん、俺が考え方を間違ってた。もうあの、こんなんね、コピー能力があるとか言ってらんないわ。あ、もう3度使います、これ。おい、いきなりか、リベンジ戦。かかってこいよ。もう3度なんだわ、結局。ほら、まず足を作って、はい、まず上行きます。結局、ガードが無敵なコピー能力が一番強いっていうことなんですよね。ちょっと時間かかるかもしんねえけど、俺は攻略を目標にしてるから、もう今回は、こいつ無敵なんだな、この時って。はい、はい、いいよ。城どんどん立てちゃいます。で、これは、上に行きます、僕も。はっ、ちょ、危ない、危ない、ちょ、やめ、やめて。もう一回飛んでくる。こう、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。待って、この魚結構長生きするな、お前。長生きするな、結構魚が。水かけないで、砂には。砂には水かけないでください。オッケー。もう、サンドが一番なんだ、結局。おい、かかってこいよ。かかってこいよ。お前、このガードの前で、勝てるかな、俺に。よし。やっぱ、新コピー能力は、アーマーかっこいいけど、結局、サンドが最強ですよ、と。あざます。結構、チートだよな、マジで、これ。なかなかぶっ壊れ能力にも程があると思うんだけど、俺これ自分で使って思うんだけど、危ない。これはどこ行く？あー、つららみたいなのが落ちてくるから、一旦こいつどいてもらって、これはくるくる回るよね。くるくる回るで往復してくるから、なんか赤くなってるけど、これはくるくる回るパターンね。よし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 。で、ここで、はい、いけ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 、オッケーナイス。よし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 。サンド、リーフでもよかったな、前の時リーフあったからね。リーフも確か隠れられる気がするんだよな。で、なんだっけ、こいつ、ミスターダウター、ダウター行きましょうか。さあ、かかってこい。ダウターが、これもまたなんか説明変わってたりする。あ、まだか。まだこれあれだね。出てきてないから、あ、もう即食らわせられる。強すぎ。で、これが、エンターテイナーな彼はイズゴ。そこにいるのは怒りに燃えてあげるミスターダウター EX。ダウタースカルを炎に包み、放つ拳もフレーム。パンチに熱い。そして痛いということで。もうここも、危ないで、ここドーンで、ジャンプしてきても関係ないんだぜ。で、この骸骨も壊せるんで、オッケー。で、もう半分いける。もうこれだわ、結局。で、パンチだけ気をつけよう、マジで。こいつのパンチね、意外と、なんか急に来るっていうのもあるし、あと、普通に、炎が後で残るのが結構厄介なんですよね。で、多分これ中は攻撃効かないと思うから、今白くなってて。
オッケーで、ここで毒どういって今チャンス。あー、これパンチがやばいんだわ。炎出てくるのやばいよな。熱くなっちゃ、待って、これはオッケー。あ、これ炎出ないんだ。炎出ないパターンとかもあるんだね。危ない。はい、オッケー、オッケー、いいよ、かかってこい。よし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 。で、アイテム出してる間にぶっ倒すぞ。ナイス、マジで強い。え、どうしよう、これコピー能力変えたいけど変えられない。もうみんな変えたい。スリープとウィング、ごめんみんなサンドだ。これはウィングは無理だ。ゴライアス強えんだわ。まあ、最悪コピー能力なくなってアイスになるってパターンもあるかもしんないですけど、ちょっとゴライアス強いんだわな。お前なんかミノモンタみたいだね。なんかそんなにいっぱい黒くなっちゃって。これの説明を読みます。万年雪積もる山の主ゴライア X、腕から放たれるブリザードハローに伸びる拳のぐるぐるパンチ、どれもが修行の賜物だけど、どんな修行で腕が伸びるのということで、こいつのポテンシャルで腕が伸びてるっていう、この最強具合ね。で、ちょうどこっちが来る。オッケー。で、これは避ける。ナイス。もう避けなくていい。で、これで、どうせこっちが、おなって、これはなんだ、あ、の腕伸びるよね。伸びるけど、これでやり、あ、待って、もう一回やってくれ、クソ !2 回連続ミスった。クソ、油断した。手塚がぶち切れる、それは。さすがに手塚ぶち切れ案件だ。で、もうこれ上攻撃の方が、いや遅いな、発生が。上攻撃発生が遅いから、ちょっとこれはつららというか、このつぶ手が邪魔だな。で、こっち来ると思うから上攻撃 OK で、白逆に立てといてもいい。で、これで待って、もういいよ、2回来る、2回来るの分かってる。で、手痛めてる間に、はい、ナイス。危ない、どこに落ちるのお前。で、多分ここ一瞬食らうんじゃないかな、方向してる間に、ラージャン化してる間に。はいはいはい。で、ダメージもしっかり食らわせることもできる。ナイス。あ、何やってんのそれ、元気玉だ。でも元気玉これん、これでやり過ごせんじゃない。あ、でもなんか飛ばないか、大丈夫か。たまにさ、なんかさ、空中飛ばされるみたいなやつがあるからさ、それ来られると結構厄介なんだよな。で、これの時は多分ダメージ、あ、一応食らうのかな。待って、これはまずいので一旦回避。ナイス、よかった、今回避しなかったら危なかったかも。で、これはカメハメハ打ってくる。おー、ガードでなんとかなります。で、真ん中に城立てておく。で、腕伸ばしてくるから、ガードは2回やってくる。さらに回数増える、3回でもないか。 OK、 2回までしかやってくる。あ、ちょ、足滑る、めっちゃ。はい、いいよ、 OK。 これはつららは、つらら刺さってないから今攻撃正代だったな、これっていうか。いけるいけるいけるいけ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 、もう倒せる、もう倒せるよ、これ城にちょっと先っちょでも当たればいい。ナイス、お尻に突き刺さりましたね、ゴライアスの。ナイスナイスナイス。やばい、みんなサンドから変えられない。どうしよう。さて、次、あ、中ボスラッシュか。ちょっとコピー能力変えるわ。ちょっと動画的になんか同じコピー能力でやってもなみたいな感じだから、多少は変えつついこうかなと思うんだけど、本当に無理だなって思った時はすぐサンドでやるわ。もしくはリーフとかね、そういうあれね。あー、お前衝撃波結構飛ばしてくんな、お前。ソードとかも、ソードとかでやれたら絶対楽しいと思うんだけど、避けられる自信がね、攻撃。あ、これなんか説明とか変わってたりしないのか。あ、これ読んでなかった。決して後悔しませんね。本当に本当の最終決戦、極悪最悪悪なきバトル、魂をかけたデラックスな戦いに打ち勝てば君こそ真のカービィマスターだ、だとよ。そんなことも書いてあるんですね。オッケー。で、次はダブルはちょっと厄介だぜ。ボンカース、ちょっとうざいかもな。ボンカース後ろに回れば関係ない。ダブルで当てられないか。はい。で、ビームがこれやばい、上飛んでこないか。ボンカースジャンプしてきそうなんだよな、これ。いや、マジか、待って、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっとはめられた、はめられてる、はめられてる。みんな、お前意外と強いな、中ボスラッシュで。こいつ倒して、で、これ待って、これ爆弾も破壊しつつ、ナイス。あ、もっと攻撃でご了承すればよかった。クソ、無駄な避難しちゃったな今のは。で、ローパーズ、いや、ローパーズはこれいける、スパークで。むしろローパーズはスパークの方が強い説ある。で、これもうスフィアローパー EX もこれで、あ、一つ目になってるね、ちゃんと。異空間への入り口はスーパー能力のパワーにより引き裂かかかかか引き裂かれるようにして開かれた。時とともに空間は閉ざされていくが、スフィアのある場所のみ残され、ローパーが飛び回っているようだということで。はい。で、ローパーはもうこれ上攻撃で飛んでるのね、ずっとこいつで。電気の弾を飛ばしてくるけど、これで完封できます。で、これはちょっとんー、ぐるぐる回ってる。あー、待って、ちょっと余計なことした今、なんか余計なことしたわ。
なんかさ、余計なことするのやめない？本当に本当にやめてほしい。俺に自分自身に切れそうなんだけど俺で、これは飛ばしてくるけど、まあこれ電気まとっとけば大丈夫。オレイオッケー、終わりじゃ。でまた出てくるんでしょ、ローパーズ EX。 はいはい。でこれはちょっと同時に当てるわ。これ説明、あ、ちょっと変わってんだね。これハルカンドラの方の説明になってるね。これは異なる世界に浮かぶハルカンドラ、異空間はその世界との狭間の空間だ。しかしローパーたちはなぜスフィアを求めるのか。古代には今とは違う姿で空間を超える力を使いこなしていたというが、ということで、またハルカンドラの秘密がアーダコーダですね、これは。ということで、待って、これ弾壊すわ全部。待って、わかんない、ちょ待って、俺目一つしかないから、俺目一つしかないからさ、同時にやられてもわかんないんだわ。これ待って、危ない、ナイス、なんか死んだわ。なんか俺のまとってる電気で俺の覇気であいつ倒した。で突っ込んでくる、どっちに来る、真ん中いよっか、とりあえず。オレイ、ナイス。でまだ残ってる、まだ残ってんのか。はい、でこれはあれか、氷ね。でこれはまあ一緒だね、また元の説明に戻るんですね。でこれは上攻撃、飛ばしてくるんじゃないっけこれ。はい、残すのか、危ない、何それ、クソムカつく。よっけ、待って、これガードしないと、あー、くっそ、こいつうぜ、こいつうざすぎる。こんなところでマキシムトマト使いたくないよ俺。で上攻撃、いやーこれ壊れないか、しぶといな結構この氷の粒では。オッケー、ナイス。うわー、ちょっと待って、やばいやばいわ。余計なダメージ1回1回でそんなに食らうっていうぐらい食らったな今。オッケーオッケー、とりあえずノーダメでいったけど、いやこれ回復して、回復しちゃうわこれは。もう一回回復しよう、さすがにこれは。てかスパークが強いね、このスリープ何マジで。あ、中央スラッシュきた、え、ストーン取りてー、うん、また無敵なやつね。でもストーンは強いぞ結構。ちょっと中央スラッシュ意外とバカになんねえから一旦取っちゃって、スパークでいきます。ちょ、近距離苦手なんすよねソードとか。え、ザンキブルだったらそんなに難しい攻撃はしてこないはずだから、多分突進してくるけど、突進だけ避ければなんとかなる。オッケー、でこれ飛ばしてく、いやなんかでかくなってるから、もしかしたら奥まで届いてくるっていうわけではないのか。よし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 、ちょっとロッキーマウンデス、マウンデス取るか。ストーンもまた強いからな、なんか俺基本的に無敵がないと、無敵系のばっか取ろうとしてんなオッケー、あれもドゥビアちょっと辛くなるかもな、ストーンだと。それはそれで、お前その動き方なんだ、石のくせに身軽に動こうとすな、お前理想を持つな。よし、でコビートの変えます。いやストーンぶん殴れるから、あ、上、あ、ダブルか。いやでも無敵があるだけまだ違う。うーん、同心ドン、めっちゃ入った、めっちゃ入ったけど、早くどいてくんね、早くどいてくんね。ちょ、なんでお前こっち来んなよお前バンギャが。ちょ待って、やばい、ちょタイミング見失った、みんな動け動けないよみんな、一生うろちょろして。よし、今ドン、ナイスナイス。でもこれまたカービィだな、一生動けないんだけどみんなこれで。ここで、はい、うーん、ドン、ナイス。カズキマグロも元気ですということで、でこれドゥビアぶん殴るわ、ぶん殴り EX。 はい、当たんねえか、あー、やばい、待って、うーん、ドン、オッケー、ナイス。あ、これドゥビアもさ、いけるんじゃないこれ、ドン、ドッケー。はい、ストーン最強、ナイス。やっぱ拳か結局。さて、アーマーとスリープ、うわー、グランドローパーだっけ、グランドローパーもストーンでいけるか。アーマーでもよかったな、上攻撃できるし。ちょっとこのままストーンでいくわ、でもストーンでいきます僕は。 BGM かっこよ、めっちゃメタルだな、こんなんあったっけ、こんなんでしたっけ。さあかかってこい、グランドローパー EX、 拳でまずはぶん殴る。待って、まずは、あ、説明読むか。一応スフィアのエネルギーによってあちこちに異空間へとつながる穴が開いてしまう。中でもパワーの強いマストのパーツによりとても巨大な穴が開き、ついにはグランドローパー EX までも引き寄せたのだ、ということで、ドドドドドドドンということで、オッケー、めっちゃ入るね、めっちゃ入る、めっちゃ入る。うん、ストーンでもやれてるなこれは。待って、うーん、ドン、何これ、なんだこれ、富士山、この石何、ディスカバリーかなんかめっちゃ来る、いけ、わ、来た、ドラグーン。ハイドロとか出ないのかなこれ、ドラグーンあるけど。
待って待って待って、やっちまったやっちまったやっちまった、いや焦った焦ったわ、ちょっと焦りすぎたな今のは。そうか、下から来るからすぐ解かないといけない場合もありますよと。でこれもストーンでなんとかなる。オッケー、いいよ、大体ストーンでこと足りるなこれは。でここ突っ込んでくるけど別に関係ない。で渾身のアッパー食らわせる。はい、いいぞいいぞ。で跳ね返る、ドン、最後は拳、待って待って、それやめとこう、やめ、ま、危ない。ナイス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 、もう普通に止めます、刺します、オッケー。やっぱストーン強えな、ストーン強いわ。さあ次、あーちょっと待って、あウィングは無理だね強制ストーンですこれは。ランディア君はちょっと、ランディア強えからさ、ランディア強えんだわお前、まあ普通に強いんだわ。ちょっと溜めとこうぜ今のうちに。これ待って、お前色変わった瞬間にすぐ殴れるように、色変わった瞬間にね、シンクがやってくるから先にこれ先手食らわせる。で説明読みます、一応、古代の人々が作ったという伝説のクラウン、その力は恐ろしく、支配のパワーに屈するクラウンの守り神と言われている。このランディアでさえも全ての力をコントロールはできていないという、ということで、これはランディアもなんかマスタークラウンにちょっと力っていうか、なんか乗っ取られたバージョンみたいな、そういう感じですかこれは。なんか色もおかしくなっちゃってるし、マスタークラウン緑色じゃなかったっけ、っていうかなんか あんなピンクっぽかったっけ、王冠の真ん中で。ここもはい、突進だっけこれ、突進は斜めに行くからの、うんー渾身アッパー、どれぐらい入ってた、これ強いのかな、もしかしてだけど普通にストーンの方が強い、なんかアッパーでなんかなんとなくやりてえなと思ったけど、いやー焼け石に炎です、それは。あやっぱこっちの方が強えわやはり。あでこれで分かれるんだよな、今入んないかダメージ、入る入る。でうんストーン中もこれで、でうんードン、むしろ攻撃チャンス。で炎でサッカーするけど、これの途中あれか、もうもしかして俺動けない、積んだやばい、こいつらの遊びを見守んないと。あでも真ん中に収縮してくれるから、逆にこれ2体同時にドン、めっちゃ入ったんじゃないこれ、これはめっちゃ入った説あるよ。でうーんちょ外した、待ってこれ炎よけて、ナイス。でここよいしょ、でこっち来るから、うーんドン、もうちょいだ、あとはこいつに向かってやればオッケー。え待って、ストーン強すぎじゃない、結構ぶっ壊れコピー能力だなこれも。サンドストーン強っ、なんだこれ、地面系強いな。ダウター来た、エクト、あープラズマダウターの方だなこれ。 BGM いいねこの軽快な感じ。すいません、ちょっと騒動はきついかな、騒動きついかな。じゃあやっぱボス戦に向いてるコピー能力とかってあるよね、やっぱアーマーとかちょっとダメージ食らいやすいけど、それなりになんていうの、攻撃しやすいってのあるけど、エレクトリックダウターということで、まあ、これはなんか全部読んだかこの前、異空の伝道師エレクトリックダウター、この空間に漂う電撃のエレメントから生まれ、しびれるようなトリックを次々と繰り出す、何者かの支配下にあり、高い生命パワーを秘めた身のかけらを集めているということで、マホロは、いやーちょっと待って、今ミスったね。オッケー、マホロは EX のボスもちゃんと出てくると。えこれさ、マスタークラウンももしかしてさ戦えんのかな、これ今危ないかな俺、なんかすごい変なところいるから、あーちょっと待って危ないよ。でふい、今チャンス今チャンスで投げてくるけど、これ当たんない、オッケー。ではい、いいよ。でこれは落ちてくるけど、電気をやってくるから、この時にどける、いいよ。あーこれ地面危ないんだよね、覚えてるわ、よかった覚えて、よかった覚えて、よかった、でか、無駄にでかい石像出てきてよかったこれ今のは。でこいつの周りちょっと電気発生するから、あの不用意に外せないっていうか、お前真ん中入ってくんのやめてくんない、どこにいるんそれ今君は。待ってこれは、うんー避ける、オッケー。で避ける、影をよく見て、でこれは地面危なすぎるので、うんードン、ナイス、ようやく半分だね。でこいつのパンチ使ってくんだよな、パンチもなかなか強いんですよね。でこれは避けれる、これもまた帽子から電気を飛ばしてくるけど、まあ、これは避けれるか、走ってれば当たんねえんじゃねえのさすがに。でこいつ地面に電気やってくるパターンあったっけ、あーちょっと怖いから、そう、んいった、何そのお前左手でかいのやめろお前、なんだその無駄にでかい左手は、やめてください。でこれ何何その本当に、
いやーちょっとしょうもない人生だなこれは本当に。ちょリックが体の一部みたいになってるってお前。ちょっとヘビ邪魔すぎ。ちょっと早く帰って。オッケー、ナイス。んー終わりじゃい。そろそろ終わるだろう。でこれで電気パンチもしてくる。そんなドクロ落ちてくるみたいなあったっけ。で出てくるからもう終わりだ。オッケー、よし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 。ちょっとストーンなのに被弾多すぎね。まあまあまあこんなもんでしょう。うわみんなごめん、ちょストーンだわこれいやファイヤーもまあ、いやファイヤーにするか、炎には炎で。あんま余計なことするなって思われるかもしんないけど、俺のチャレンジ、ちょっと俺のチャレンジをちょっと見てくれみんな。でも一応回復します。あと10戦だから、まあマキシムタウンと3つあるんで、これあるから最悪やったりますか。マグマ野郎ぶっ飛ばすぜ。こいつ名前なんだっけ、ボルガバッファーか。オッケー、ボルデブ、ボルデブ、ボルデブ、オッケー、ボルデブ。あーボルデブ危ないよ。あ、説明読んでなかった。異空の溶岩獣ボルガバッファー、この空間に漂う熱々のエレメントから生まれ、とろけるような灼熱の技を放つ。今まさにあの実を手にし、支配の主の元へと向かうところであったということで、メラメラの実、これどこからも行ったな。ね、ナイス。あーちょっと待って、突っ込んでくる。あ、これ地面が、待ってこれ下降りてくるから、オッケー、覚えてる覚えてる覚えてる。で、もう一回来る、もう一回来る、もう一回、ナイス、オッケー、オッケーオッケーオッケー。攻撃当てづらいかもな、ちょっとなんか危ねえ。はい、こいつ燃やしちゃう、燃やしちゃう。いやファイヤー意外とやれてる、意外とやれてるな炎で。こいつも燃やしちゃう。ちょっとあ帰ってった、危ないよ。いった、何に今は今な。ちょっと待って、ケツでかすぎこいつマジで。毎回思うけど、毎回思うけどさ、なんでこんなケツでけんこいつ、やめてほしいわ。オッケー、攻撃が避けれるのはでかいわ。あとは燃やすだけ。まあボルが溶岩銃とはいえでもこいつ、ちょっと待って、これなんだっけ、これなんだっけ、これ上か。まず上で後ろ帰っていいよね。まずは上、下だからオッケー、これでなんとかなる。もう一回下、上のパターンあるよな、上のパターンは何もしないで、はい、燃やせ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 。それ何やってくるか分かんない。熱すぎ、ワロタちょっと待って、熱いって。ちょ攻撃に夢中、攻撃に夢中になるとこいつが何してくるかっていうのが、ちょ待って、やばいかもみんな、ちょっと待って、やばいかもやばいかも。やっぱストーンでよかった説ある、ストーンでよかった説あるなこれ。オッケー、燃やすよ燃やす。これ上で、まずは上で避ける。あ、それね、これは貫通できるから、もう満体。オッケー、ナイス、もう満体、ナイス、もう満体。いけ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 、終わる終わる、よし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 。いや、ボルガバッファーじゃなかったらファイヤーでも意外とやれる。唇プルプルだなお前、燃やしてやろう。ちょっとやばいかこいつ、こいつもやばいんだよな。いやでもリーフ無敵あるから、一旦まずは、あ取っちゃった、間違って、えこれ待って、これやばい、爆発しちゃうこれ。あ待って、いやもう最悪、持っちゃった。まあ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 、どうせ取る予定だったし。オッケー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 。まあリーフでちょっとガードしつつうまいこと戦っていこう。うわ危ない、ハイドラス、アイドラスやめて。待って、手裏剣、空中から手裏剣で俺刺さりまくり。異空の怪獣ハイドラス、この空間に漂う水と氷のエレメントから生まれ、パワフルで流れるような格闘の技を操る。主へ捧げる身を奪わんとする者に容赦なく襲いかかる。ということでいきましょうか。上攻撃があれなんためないと、ちょっとなんか待って、これうーん待って、届くか、届くか。あ、空中でも生やせるんだ、空中にこの身を生やすことができるんだ。オッケー、これはガードでやり過ごせる。1回しかやってこないんだね、こいつは。当たんねー当たんねー、長押しで、はい、オッケー、これだな、これだわ、見つけた。で、これはガードでなんとかする。で、どっか行った瞬間にやると、溜めてる時もこれジャンプでいけるから、ちょっとずつ当てるしかないんじゃないか。これ上攻撃これできないのか。はい、ちょっと待って、むずすぎでは。ガードガードで、はい、当たんねー。あ待って、普通の攻撃、普通の弱攻撃がさ、なんていうの、なんか上に飛んでってくれてるわ。リーフこんな性能あったのか。あじゃあもうこれでいいじゃん。えリーフ強くね、刺さった、もしかしてリーフメタかこれ。あれもう葉っぱに刺さっちゃうと、あの当たんなくなっちゃうから、あリーフメタかもしんない、ハイドラスに。やばい、気づいた、リーフの強さに。こんな能力あったとはな、リーフ。で、手裏剣、手裏剣、手裏剣。手裏剣が強いんだわ、これ。
で、これはガード。もうこれ水飛ばしてくるけど、もうこれガードできるときはもう、あー、そういう跳ね返り方ね。危なかった、今。はい、消えてくんねえかな。で、これ床壊れる？床は壊れない。あの、地団打みたいな踏んでくるときじゃないと。多分食らわないから。オッケー、ここで打ってるだけで食らうんだったらさ、強くねえか？普通に。オッケー。早くどいて。あ、そこでそれられるの一番だるいかも。危ない！おい、おい、おい、いいぞ。飛んでけ、飛んでけ。葉っぱ飛んでけ。はい、はい。葉っぱが当たれば勝ち。葉っぱが、よっしゃー！リフ強え、みんな。おい、なんだこれ。上攻撃バカ強いじゃん、リーフ。今までなんで俺使ってなかったんだ、これ。こんな飛ぶと思ってなかったわ。なんかもうちょっと真上にちょっと行くだけかなと思ったけど、ウォーターと、わー、これローパーズだったら、あ、てかこれあれなんだね。ちっちゃいの残るんだ、箱のやつも。まあ、ウォーター、いや、いやでも、リーフの可能性かけよう。ウォーターも虹できるし、完結性もあるから強いんだけど、もう正直これでいい気がするわ。で、ちょっとこいつやばいのが、あの粉塵みたいなやってくるから、それのためにちょっとリーフの方がいい説ある。で、あとはもうひたすら葉っぱ飛ばしまくりゲーミング。オッケーいいよ。で、暴走ローパーズも読みます。群れなす異空の翼は暴走ローパーズ。本来スフィアに群がる存在だが、何者かの支配によりあの身のかけらを求め異空間を飛び回る。ローパーたちを束ねる親玉といえばあいつしかいないということで、クラウンドローパーだっけ。いや、これが厄介なんだよな、この黄色いモヤモヤが。これガードしたいから、絶対これガード無敵のリーフの方がいい気がする。ウォーターとかよりいいね、マジで。なんか適当に B ボタン打ってるだけの簡単な、あー最悪、やっちまった。こんな簡単なゲームじゃなかった、みんな。すまん、舐めてた。待って、それやばいかもしんない。はあ、ちょっと待って、あー、ちょっと、あー、ガン、こいつ突っ込んでくんのかよ。これもガードでよかったなっていうか、ガードだったら吸い込まれないのかな。どうだろう、吸い込まれるかなと思ってちょっとガードしちゃったんだけど今。はい、余計レール危なかった。残るんだね、これ真ん中くる。はい、あとは草生やして終わり。はい、草ということで。はい、リーフ強すぎて草、ナイス。いいね、ちょっと時間かかっちゃったね結構。で、今度もまたローパーか。ハイジャンプはちょっと上まで行ければいいけど危険かな、さすがに。行きますか。あ、ここなんだ戦う場所。そっか、ミー食うもんね。こいつケツでけえから当たるんじゃない、これ。体でけえから、これ当てられるぞ。待って、これ、いや、ちょっと当たんねえか。少し下の方に寄ってこないと当てらんないな。で、こいつがクラウンドローパー。クラウンのかけらの力を得たローパーの親玉はマホラーが集めた赤き果実を手にし、黒き翼の覇者となる。これはかつてカービィたちにパーツを集めさせたことへの因果応報の戦いなのかということで、こいつもマホラーをいいように扱って、ちょっと待ってね、これは一回避けます。いいように扱って集めさせたという。待って、それ当たるんかい、やばい。ちょっと上攻撃地味に当たんないのうざいな、これ。やっぱ葉っぱが最強か、結局。タイマー攻撃、タイマー作戦が一番強い。ちょっとローパー苦手かも、ローパー苦手すぎる、ローパーが苦手すぎる剣について。痛すぎ、ワロタ、ちょっと待って、これやばいかも。コピー能力なくなってんだけど。オッケー、そんな、あー、ちょっと待って、これ食われちゃうか。あー、あー、もうなんでそんなタイミングで、やっちまったマジでやっちまった。やらかし具合がえぐい、今回。ちょっと一回マキシムトマト使います、これは。これはごめん。うわー、もうやらかしたわ。くそ。ローパーマジやめてほしい。危ないよ、それ。もうこっからのダメ。もう攻撃パターン分かってんだから。オッケー。ようやく半分だ。で、これケツ。なんで当たらん。ずるい、お前。そろそろ、あの、ローパー召喚してくれさ、攻撃してくんねえかな。これ。これ、マジで最高。天才、もう全部これでいい。よし、オッケー。ちょっと戦闘中にトマト使いたくなかったな。くそー。いや、まあリーフのまま行くか、とりあえず。でもうちょっとなんか長押しで火力高そうなやつバンバン当てたいね。当てられるなら当てておきたいんだけど、攻撃パターンもう覚えてねえよ俺、こいつの。どんなんあったっけ。最初なんか手やってくんだよな。なんかそれだけは覚えてるけど、どこに、あー、それね。これ当てられないか。ちょっとあの、すぐなくなっちゃうから、こいつ。ロケットは避けれるので、まあ、全然 OK。OK だね。ちょっと待って、わかんない。OK。あ、回転は良くないかも。投げてこい。OK。で、あー、くそ！ちょっと内側行き過ぎたな。余計なことした感あるわ。さすがに。で、これは、外側に、なんでー外側に逃げるやつやりたかったけど、ちょっとミスったね。ドリルからか。
でも逆にうーんこれ OK、 これは2回連続戦うのか。あ、そうだよね。でこっからが多分大変なんだよな絶対。うーんこれ避ける。はい、ガードでさ無敵取れんのでかくね。でもあちょっと待って、お前お腹出すぎ、お腹出すぎね、お前デブすぎちょっと。 OKOK、 あっハゲたてか俺読んでなくねこれ。っていうか異空間ロードを抜け、こことは違う別次元より機械のエネルギーに惹かれて迷い込んできた古の戦闘マシン。あまたの次元やパラレルを超え、ついに今未知なる鋼の共栄との夢のバトルが始まる。ということで、いやなんか未知のマシンボコしたいけど、これぐるぐる回るか、なんかこれ転がってくんな。ガードでなんとかなる。ちょこれまたお腹出る可能性あるから、ちょっと待って、あー怖い。 OK、 内側、あっ、まあ、壊れた。よく見ると結構壊れてんだなこれ。でこれもベイブレードしてくるけど、はい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 、でお腹出るかもしんない。 OK、 いいよ、リーフ強い、リーフこの戦闘においてリーフは最強だ。内側に潜り込める。あ、こんなスカスカだったっけ、なんだそれ。あ、これやばいか、やばいやつか。また戻るんだそっちに。てか同じ攻撃してくんのか、最初の初期パターンと。これガードでさ実はさ避けれるんですねこれ。え、すごっ、最初から全部ガードで A 案案件なんだけど、まさかの、まさかの全部ガードで A 案案件だった。草なのに燃えないんだなっていうかやばい、んー今ちょっと危なかった、欲張ろうとしちゃったわ。今のはガードで正解、ナイス。おい、またリーフ残ってるけどローアだから関係ないか。あと5000か。いや、ローア戦はいける、ローア戦は食らわない俺は。あと何が残ってんだ、マホロは、マホロは相手だったらニードルとか使いてえな、あいつ上攻撃に弱えし。で、ローアが来ますよと。ローア EX でマホロアと。で、これがマホロアとローアが出会った日、あの日彼に対しローアは何かを感じた。楽園へ誘うはずがクラウン奪還の手先となったローアは誰かに止めてもらいたく本来の力を隠していたという。ってことで行きましょうか。で最初カッターしてくるけど、カッターは端っこいれば避けれる。はい、もう一回カッターしてくるよね。これは多分こっちまで来ないはずだから、もう連打で OK、 いいよ。で青はうーんぬるっと避けれる。で赤がちょっとやばいから内側に行って、これダッシュしてくるから下側にいれば多分避けれる。 OK、 でピン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 って来るやつがやばいけど、これどうなるこれ。もう一回、もう一回、危ねえ、危なかった今、普通に待たれそうだったな。あーこれは待って、これ、あーそうだ忘れてた。はい、3回やってくんだよね確か。でちょっと長い、よく思い出した俺、よく思い出したわ。でこっからがちょっとまずいか。で最初突っ込んでくるから避ける。で多分いっぱい星飛ばしてくるからそれを避ければいいんだけど、あー苦しい。ぐるぐる回ってれば大丈夫、この後覚えてない。ちょっと前側から同じ攻撃をしてくると、で後ろ回ってくると思いきやまた前から出てくる。いいぞ。で赤と青が混ざる攻撃してくるけど、黄色なんだっけこれ、あー立体攻撃ね、余裕すぎ。バロト一番弱いかもしんないあれが。どう来る、わかんない、ね、そのすごい変幻自在に動くね君、そんなくるくる回れたんだ。よしよしよし、いけ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 、ドドドドド、レンダレンダレンダ、オッケーオッケーオッケー、危なー、あーくそ、ちょっと星が今左側見なさすぎ、危ないよ。2回回ってで普通にカッターしてくる。でこれは攻撃チャンスすぎる、終わりじゃい。よっしゃー、まあまあの被弾だったんじゃないか。でこれちっちゃいトマトを食いたいね。でファイヤー、いやーこれちょっとリーフで上攻撃するかこれ。まあ俺は EX ファイヤー微妙だな。え、スリープってもしかして取んないとさ一生残り続けるみたいな、そういう感じなんかな今思うと。これ当たんねえか、あでもギリギリ届きそうな、体に届いてるわっていうか成果届いてるわ。でこれ弾は、あちょ早い早い早い、思ったより早かった今。マホロは書物から伝説のアイテムについて知るが、どれもがおとぎ話のようだった。ただ奇跡的にローアと出会い、彼の計画は大きく動き出す。さあこの宇宙もローアも、そして彼さえも救うんだ。ということでもう彼さえもということで、マホロはもうマスタークラウンにもうやられちゃってるって感じですね。書物読んでたってことなんだ、てかこいつ
ハルカンドラに行く前にさ、なんかマホラーの故郷とかにさあったんかな、そういうおとぎ話本が。オッケー。でこれはなんだっけ、最初ブラックホールか、最初ブラックホールだから、まあこれは端っこに行って避ける、避けてから、あー危ないよ、危ない、はい、いやこれ届かないか、オッケー。もうちょっと下の方来れば、でこれはちょっとガードするわ、意外とね早く来るから。でこれもちょっとガードする、正直攻撃チャンスではあるけど、これビーム来るからちょっと上行くまで行きましょうね。え、これガードでなんとかなんのかなっていうか、リーフだったら、もしかしてだけどリーフだったらガードでなんとかなんのか、だったらクソ強くないか、なんだっけこれ、あーフレームはなんとかなる、オッケー、ありがとうリーフのガード、最強すぎ、最強すぎ、壊せるときに壊しちゃう、ナイスナイス、もう一回こっち来い、もう一回、うん、ガードガードで当たんない、ナイス、強すぎね、強すぎね、それリーフ、オッケー。でこれはガードする、危ねえ、ギリギリだったね今。でこっち来る、あーうそん、うそん、それ何ですか、何ですか、あーこれはチャンス、お前あれだな、クラウンドローパー同じ攻撃してたな、そういえば、あの攻撃チャンスすぎる、ローパー呼びね、クラウンドローパーと同じ攻撃してたな。まあマホロは EX はサクッと終わったので、よし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 、あー来た、ギャラクティックナイト、ちょっと待って、攻撃パターンが分かんないから、うわー取るわ、来たね、あと3戦、あと3戦か、ここで来るんだ、最後とかじゃないんだね。さあ来ました、なんだここ、かっこいい、クリスタルに入ってる透明石のやつね、俺はもう問答無用で攻撃するけど、俺は待って、わかんない、やめてください、ちょっと待って、わかんないです、いやわかんないです、わかんないです、説明見る、ちょっと待って、一旦読もう。異空間ロードを抜け、こことは違う別次元より、また別次元だ、別次元より迷い込んできた銀河最強の戦士、あまたの次元や時を超え、ジェムの封印は破られた、ついには決して出会わぬはずの存在との夢のバトルが始まる、ということで夢のバトル戦いましょう。さあこれは何してくる、あこいつ普通のソードと同じ攻撃みたいな、まずは攻撃パターンを見ることから始まるんだけど、回転切りしてくる、ジャンプした時トルネード、それメタナイトがやってたやつだな、オッケー。まずはちょっと攻撃パターン 見ましょう、あー回転、おーなるほどね、そういう攻撃もしてくんだ、衝撃波飛ばしてくんのえぐいな、何わかんないそれ、なるほど線が見えるから、そこでなんかライトニングみたいなのが出てくんの、避けろって、なんでお前そっち奥は戻んないで、よかったよかった、あーこいつ結構ガード使うな、お前も何それ、剣飛ばしね、跳ね返りもするんだ、危ねー、えこれはもうダッシュで OK、 いいね、ダッシュ攻撃割と当てられる気がするわ。でこれで百列斬りみたいにしてくる、飛んできた、何それわかんない、ちょっと待って、こいつ溜めすぎ、わー竜巻だ、これはガード強、リーフ最強でバロタリーフ最強で、くさリーフが最強なんよ結局なんだかんだリーフでずっと来ちゃったけど、何それ、それだな、メタナイトのスマブラの復帰のやつだな、 B 上 B 上ダッシュ攻撃で、あーちょっと今ミスったかも、うーんナイス、百列斬りみたいにしてくる、もうあれか、半分くらいまで攻撃パターンは終わったかな全部、あーそう忘れてた、危ないよ、 OK ナイスで半分食らった、でめっちゃ光るなお前すごいな、そして BGM も変化しますよと、何それ、あそれさっき見たな、真ん中にも来るんだ、よかったリーフで、リーフじゃなかったら積んでたわ今の、多分攻撃もどんどん速くなるね、なるほどね、それなんだわかんない、わかんない時は全部ガード、あ何なんだこれ、あ時計回りパターン、あガードでよかったんじゃない、何した、何が危ねえ、お前なんかウィーデラックスのさ、みんなさあの攻撃好きじゃない、地面が地面から吹き出すパターンのやつね、ちょこれガードリー、うん、なんでお前無が、お前はガムシャラに突っ込んでくるな、オッケー、でこれはファー、なんですかそれ、おー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 オッケー、まあ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 、待ってこれ刺さる刺さる、はーんね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 ん、うーん単発でそれもやってくる時もあんのね、おれー、いいよ、いや危ないね、逆にそっちの方が、あいたいそれ当たんのね、やばい、お前ビビってんだろ俺がバルフレイナイトということで、
ギャラクティックナイトにはバルフレイナイトでビビらせているぜ。攻撃かっこよすぎだろお前それ。さすがにイケメンすぎだろその攻撃。エフェクトがなんか全体的になんか危ない。あー忘れてた、忘れてたぜ。待って危ない。上こ上こ俺あーくそ間に合わなかった。くそ欲張った。もう欲張るのはダメって言ったのに。オッケー、くそー変な欲張り方しちゃった。まあでもこれでギャラクティックナイトは倒したと。さあ次だ。3度来た。ここで3度です皆さん。あってか待って、え戦えるんですか、まさかのマスタークラウンと。うわーもうノーダメで行くしかねえ。まさかのマスタークラウンをカービィ、カービィってなるとまた変わってくんな。マホロワストーム使えないもんね。ということで来ましたねラスボス。じゃああれか、最後マホロワソウルか。よし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 、こいつはまずは巻貝みたいに飛ばしてくるからガードで様子見してもいい。こいつの攻撃パターン苦手なんだよな。ちょっと説明読みますか。マスタークラウン、赤き実の宿り木となり蘇った支配の冠マスタークラウン、力とともに手にした者の心に潜む闇をも増幅させ憎悪に染めるという。あまたの国は世界を巡り続け、ついには滅亡を呼ぶ王なき樹冠と化したのだということで、まずはまずはちょっと、あーこれはこっちの側まで飛んでこないから OK だね。で城建てちゃうんですね、城建てちゃいます。これはなんだっけ、リンゴか、リンゴ。まあ、最悪壊せる、最悪ガードでもいい気がするけど。で城建てちゃう。まあ、攻撃パターンは割とシンプルだから、斜めの竹の木気をつければいいんじゃないか。これなんだっけ、出たこれ、マジで君たちそれ好きね本当に。で次なんだ、あーこう城建てる、ナイス。ダッシュ攻撃でも全然強いのでいいんだけど、まあ、前半はいけそうだね。でしかもガードの回数が限られてないから、カービィの方が強いな、これは。それなんだっけ、それは身が飛んでくるから、まあ、下だけ気をつければいいんだけど、まあ、ぶっちゃけガードでなんとかなる。結局3度なんよな、結局。おれい。で、城建てちゃいます。で、よっけ、今食らってないが、びっくりした。あ、今、ジャストでこれ合わせて攻撃当てられた。で、これで第2形態だね。第2形態なんだっけ、はぁ、なんですか、それ。あ、そうか。これは、これもガードで、あ、これガード効かないんだっけ、ちょっと待って、待って、危ない。これガード効かなかったような気がするんだけど。なんかリフレクバリアみたいな、なんか効かなかったような。で、これは、ここ避ければ OK。まあでもそんなに難しくない。そんなに難易度は高くないから大丈夫。待って、これは、OK。待って、ミスター。はっ、ガード。危ねえ。とっさにガードできてよかった、今。で、これは何回も飛んでくるけど、全ガードで OK です。マスタークラ、これ、あれこれ上から降ってこなかったっけ、あー、クソデカリンゴも来んのか。そうか、そんな攻撃もしてくるんだったな。もう、これ、はい。雑魚敵がこれ、地味に厄介かもしんない、むしろ。むしろ雑魚敵呼ばれる方がうざいかも。もうなんか、お前ら好き勝手やっといてくれ。それは下からやってくるので大丈夫ですよ。OK。攻撃チャンスすぎる、それは。さすがにチャンスすぎないか、それ。逆です。今スティックがなんか、あーこれは上から降ってくるけど、まあでも影がないから大丈夫だけど、さらにもう一段階沈んでくる。え、これさ攻撃できない、今。あ、分かんなかった今、攻撃できたのかもしんないけど。あ、これあれか、ぐるぐる回ってるパターンの時だけ上から葉っぱが降ってくるのかな、多分。全部集中されたけど俺の砂の前では食らわないぜ。なんだっけこれ、これ何、うわー、そっか、そういうのも呼んでくるのか。まあでもこいつ別に無視しててもあんま支障ないというか、こいつなんかそんなに存在感ないな、あんま。オッケー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 。でこうーん、ちょっとガードかなこれは。真ん中危ない、これ俺のとこ来る、やばい。攻撃のタイミングがなかなかつかめないな。でこれ雑魚敵呼んでくる、で上攻撃で倒しちゃう。ちょっと待って、オッケー倒したわ先に。どっちから来る、逆回転とかしてくるよねこれ。これあれか、さっきやったやつの全部逆バージョンなんかな。で空中飛んでおけば基本的に当たんないね。オッケー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 、いいぞ、ナイスホバリング。そろそろ蹴りつけたいな。でここはオッケー、これガード、
あもう、ガードするわ、ごめん。オッケー、はぁ、オッケー、あー、くそ、ちょっと先っぽが、先っぽが当たっちったな。あー、もう何それ、もうなんかマスタークラノを満たすか今。やばい、変な被弾が急に増えた。いやでも体力半分残ってれば全然やれる。でもう一回ぐらいやってこないか、残りすぎじゃない。でクソデカリンゴ、クソデカリンゴはまあ破壊できるので関係ない。 OK、 ガード、ここからノーダメでいきます。でこれはちょっと場所微妙か、 OK。 で待って、これ食らう、これわかんない、さすがに埋められたらもうまずい気がするんだけど、俺どうなってるこれ今、潰されてないマスタークラウンに、さすがに、さすがに潰されてると思うんだけど、あ、これは盾だから、盾だからチャンス、 OK。 よし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 、体力半分残しはでかい、しかも3度だから慎重に行こう、 OK。 バカ落ちです、オッケー。さあ次ラストだね、マウルアソウルで BGM が不穏。これが新格闘技の道、ここは変わってないよね、オッケー。行きましょうか、もう回復もないんでね、レッツゴー。お助けアイテムなかったら終わってたな。おお、こっからなんだ、このブンブンみたいなヒカキンさんみたいなこと言ってしまった今。よし、やろうぜマホロア、お前早くぶっ倒してやるからな。ってことで説明読みますか。赤眼のローレルリースは食い込み続け、力と引き換えに滴るソウルをすすり続け、自我さえ奪うまさに支配の冠だった。忌まわしいこの悪夢から彼を解き放ち、また手をつなぎ友達になっちゃおう、ということで友達の世界線待ってます。でこれは何ですか、それ最初のやつ何これ、ダブルビーム、あれなんか攻撃パターン変わった、なんかあれダブルビームだったっけ、こいつそんな攻撃だったっけ、君なんかちょっと攻撃パターン、あ、てかあれか、最初からなんか2段階目のやつなんだっけこれ。そうだそうだ、マホロは、マホロは EX から始まってるわけじゃないから、そっか、攻撃パターンがもう最初から派手なんだな。で一旦これガードで避けて、ガード強すぎ、ワロタ3度のガード強え。でなんだっけ、あ、何それ、あー生えてくるやつね、生えてくるやつもまあガードで大体なんとかなるけど、一応これもガードしとく。うわーめっちゃ来るな、弾ずっと生えてんな、あれ画面分かってなんだこれ、あー待って、ブラック待って、うわーまずい、ブラックどこ、これどこ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 、強強強強強強強、ハーサンのなくなった、終わった、みんなここまで来て、ここまで来て負けたくない俺。ちょっと待って、ちょっと、ちょっと待って、何が来るか分かんない、はっ、オッケー、待って、これビーム飛んでくるから、ここからちょっと立ち回りがやばすぎる、これ、これどうやって避けんのこれ、どこ、あー、ちょ、終わりかも、みんな危ない、あ、端っこは大丈夫なんだ、端っこは大丈夫なんだね、それ何、待って、わからん殺しやめて、わからん殺しやめてください、あー危ない、あーあー、どこがもうイライラ棒みたいな始まった。オッケー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 、もうビーム、ウィップがすごいことなってる、ウィップが、待って、俺なんか一生回ってない、これこんなことできたっけビームって、どうしようどうしよう、画面どこで分割されるこれ、オッケー、これね、一応ガードしとくわ、ガードしててもあんま関係ないかも、ビームだから食らっちゃ、待って、ちょ待って、終わったかも、危ねえ、2回連続は効いてない、端っこ、オッケー、あ、今危なかったな、若干入ってた気がするけど、足、オッケー、ぐるぐる回して、あ、それ当たんないのか、今当てたかった、ちょ待って、これやばいかも、危ねえ、危なすぎ、うーん、どこがセーフなんそれ、どこがセーフなんよっ、オッケー、もう普通にビームだけで、ビームビーム、はあ、ちょっとブラックホールだけマジで気をつけようと思いましょう、ということで、これ何でしたっけ、ダブルビーム、これやばいか、これ、あー背中、お、来ない、オッケー、こいつはケツがでかくない、てか強くね、上炎バカ強くね、おい、なんか不利な攻撃させられる前にさ、先にちょ、これどっから飛んでくる、あーこれは大丈夫なやつだから、一回ちょっと溜めちゃって、おい、ワンチャン当たるんじゃない、待って、終わったかも、みんなありがとうございました、よし、
ありがとうございました。あ、ちょっと食らうね。もうちょっと食らうのなんなん。これは、オッケー、今当たる、今当たる。いや、これより、正直今のビームより、普通にこれ上の炎の方が刺さる説あるな、これは。ちょっと待って、これ、もう、地味に避けんのむずいんだ。変な回避。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、回避刺さってる。さあ、あー、ちょっと待って、これでマジでコピー能力投げなるから。なんか後ろに変な弾がグニョグニョグニョってなってる。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、もうちょっとで半分。オッケー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 、なんかすげえいっぱい召喚してるけど、もうそんな知らん。もう炎で全部ゴリ押せ。いけ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 るいけるいける、はいはい、待って、オッケー、よし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 、これで第何回か。なんだこれ、リンゴだ。ありがとう、やっと回復した。まさかの回復アイテムなかったけど、さあこれでほんと、なんか変わったね。なんか一つ目になったね、お前。あ、これ説明変わる？カービィ、僕、あ、変わってるわ。カービィ、僕は君が苦手だな。騙されたって、キョトンとしちゃってさ。何度も君に頼るのは尺だけど、もういいや。星のカービィ、早くさ、頭のこれ、ぶっ壊してよ。そしたらまた、クックック、からかってやるよ。だって、頭のこれ、ぶっ壊してよってどういうこと？なんかさ、マスタークラウン、ん？これなんだ？もうマスタークラウンに乗っ取られかけてない？最後の力を振り絞って、まあフォロワーがなんかもうこれ壊しちゃってよみたいな感じでやってるってこと？で、最後はもうマスタークラウンになっちゃってるってこと？これは。またからかってやる。いや、これ違うよ。また友達にあだこうだみたいな言おうとしてんじゃない？これ多分。待って、攻撃パターンわかんないから、これでまた死ぬ。何する？わかんない！わー！ちょっと無理！わー！端っこまで行けば OK。 おい、新ボス来たんだが急に、しかも避けられたし、いや上の方まで全部なんとかなる。でこれは、ビームブラスターなんか、はあ、どっちから来るこれ。まずこっちで、今度こっち、あ、炎が、下に炎があるのは聞いてないでゴンス。待って、これやばいかもしんない。うわなんで、あーま、何それ、危なかったね今。え、これ帰ってこない、大丈夫？で、これは、こっちすぐ戻ってきた瞬間に、一瞬で撃つ！オッケー。これ当てたい。炎めっちゃ当てたい。いいよ。ダメージはいい感じ。これなんだ？これ、あれか。ミラクルビーム使ってくるパターンだから、やってくる前に、うわ、待って、多すぎ。待って、私のビーム多すぎ。はぁ、最後こっち飛んでくる。まだ残っ、なぁ、三つとも全部来る。三つとも全部来るの何？マジで。やばい。まだスーパー能力残ってるよな。これは、ドラゴン、何、ちょっと待って。今わかんなかった。あー、なるべくこいつに近づかないようにして、ナイス回避俺。ナイス回避俺。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、逆やめてください。それ操作わかんないんです。これは、いや、これ飛んでれば大丈夫なんですよ。飛んでれば大丈夫。待って、つらら、どこ、ね、うん、いや、わかんない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 。死ぬ、死ぬ、死ぬ。死ぬ、死ぬ、じゃ、死ぬ。どっちから、どっちから、そっちからね、そっちからね、うん、逆かい。あー、待って、わかんない。あ、これ最後真ん中じゃない、確か。そして最後真ん中にいれば大丈夫説。あ、当たるね、全然。あー、まあ、どっか、ちょ、もう早く戻して、早く戻して。あー、まあ、ないと俺死ん、わかんないからもう。よし、やってもらった。もう無理なんだけど、こっからノーダメですか？こっからノーダ、うー、危ねえ、壊せるんだ。待って、終わりか、終わり、ちょしゃっかりゴールドしてたな。よっしゃ、オッケー。あ、一発食らっちゃったけど、ここでちょうどリンゴ分ぐらい回復するんじゃない？はい、全開、いいよ。で、スーパー能力、あれボルケイノだけ本当にドラゴニックファイアードラゴンがマジでやばいからさ、それだけ綺麗に避けたいんだけど、最初なんだっけ。あ、これはどっち、これは、はい、まず左に行きます。これガードでもなんとかなんのかな。まあでも一応ちゃんとね、こっち側行っておく。で、おいおい、当たんないか、うくそ、一発でいいから、ちょっとでもいいから当てておく、ちょっとでもいいから当てておく。で、ビームがこれなんだっけ。これさ、ガードでなんとかならん？さすがにこれぐらいの炎だったらガードで、さすがです。もうさすがの3度としか言いようがない。ビームやばいか、当たってないのか、当たってよくわかんねえな、まあいいや。で、ここにまず城置いといて、多分右から来ると思うんだよな。で、ここ来るから当てる。で、はい、左、ナイスナイスナイス。
左の滞在時間が一番長いかもしんない。で、ここ、これさ、待って、ミラクルボール、これガードになんとかなる。ここ乗り越えられれば相当でかいぜ。あ、でかすぎ。あ、でかすぎる、これは。これ乗り越えられたのでかすぎるんだが、ちょっと待って、やばいかも。いける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 、冷静にな、冷静に。で、これ、これももしかして、もしかしておい、全部これでいいよ、もう。もう3度でいいよ、もう、これで。はい、完璧です。完璧だ。これ、ちょ、全然当たんないって。攻撃当てんの、これ、下手くそすぎでは。待って、ハンマーもどう？もしかして完封できる？あー、まあまあまあ、一旦ね、ビーム当たんない。で、これで次やってくる攻撃は剣なんだけど、お前、剣なんか全部ね、3度で隠れちゃうよ、これ。さすがにな。振り払えると思ってんのか？剣ごときで。あ、もうこれでいいです。もうブラックホールに入らなければ勝手なもんだろ、これ。で、そろそろ戻っていいぞ。上、上、いいぞ。そろそろ戻ってくんないですか？まだも、オッケー。オッケー、いいよ。で、ちょっとずつダメージ与えていって、そろそろ半分なんじゃない？来た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 。で、ガード、欲張らない。もう、ちょっと欲張ってみよう。で、ここも、ガードで、はい、いいよ。欲張れ、欲張れ、欲張れ。今、欲張り時期。あー！ま、このなんか、ぐにょぐにょは、全然余裕で避けれるんで、いいんですけど、これ余裕です。待って、あー、ちょ、めっちゃ来るな。めっちゃ来るな。もう、ブラックホールっぽい波動してきたら、なんかもう、すぐ逃げます、僕は。これは、もう、ガードで。いや、待って、これさ、あー、ちょっとやりすぎた。すっごい余計なことしたな、今、完全に。まあまあまあ、とりあえず、これ吸っちゃって、かかってこいよ。これ上からとかも来るんだろ？来るんでしょ？チャンスなんじゃないこれ。チャソスですよ、これ。はい。オッケー、いいよ。オッケー、いいよ。オッケー、いいよ。オッケー、終わるんじゃないこれ。おい、とどめは、突撃で行くぜ、俺は。まずハンマーが来ると思うけど、いや、これは、当てるぜ！オッケーオッケー、カウンターで終わらせるぜ。助けてやった、マホロワを。よかった。いや、マジ3度あれば大体なんとかなるな。あれ、マスタークラウンがこれあれだな、マスタークラウンあれだね、壊れなかったね今。なんか、え、ポップスターなんか閉められてない？大丈夫？え、なんかポップスターに行かないこれ。なんか変な風に終わらないですか？ということで、よかった、ようやくクリアできたわ。これマジで普通の能力ちょっと無理かもしんないな俺。まあ3度、まあ新能力があるってことはそういうことですよね。ってことで、これでどうすか？来た！あ、なんだこれ。新格闘への道で 1P もカービィガヤを選べるようになりました。だって、へえ、バンダナ、うわー、来た。何？メインモードをコンプリートしたご褒美に金のカービィのなりきりお面をプレゼント。来た！全部クリアしたのでお面がもらえますよと。さあ、これで何これ。え、待って、なんか変なムービー始まった。マルクいる。あ、なんかいっぱいいる。なんかナックルジョーやら、なんかいっぱいいるわ。おお、なんか一個余ってないこれ。あの黄色いカービンとか、なんか仕方なくいる感がやばいんだけど。あそこマホロワでよくなかった？マホロワ目の前にいる。あ、ギャラクティックナイトもいるわ。ね、でもマホロワとかでよくない別に。やったー。あ、なんか王冠ついてる。全クリアの称号、シアタールームにカービィマスターが追加されました。さっきのムービーかなあれ。おい、ファイル2に王冠ついてるわ。シアターにカービィマスターって、あー、さっきのやつだねこれ。え、ということで、これで無事来た。すべてのファイル 100% にすることができました。ということで、これでね、カービィ・ビデラックスの実況は最終回ということで終わりにしようかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょ、むずいけど楽しかったわ本当に。でもなんかこれどうやらさ、あのマホロは緑色になったらしいじゃないですか。あれなんかね、カービィハンターズの世界に行ったらしいっすね。ってことで、僕やったことないんで、また機会があればカービィハンターズとかもやれればいいかなと思います。ということで、本当にご視聴いただきありがとうございました。
またなんか違うシリーズとかでお会いしましょう。じゃあねバイ。あ、ちょうど手振ってくれてる。ありがとうねカービィ。